は初めてです。楽しんでいきたいと思います。ここで精神コマンドをちょっと使ってみましょうか。はい、誰を選択しますか。どっち誰でもいいです。あの自分が乗ってる船でもいいんで、はい、じゃそう言ってみましょうか。精神コマンドを選んで、LR でちょっと赤羽さんの、その集中っていうのを使って、集中っていうのは最終命中は命中率と回避率それぞれ 30% 上げるので、あの戦艦の命中率が上がりますので使ってください。それを押してください。 A ボタンを押します、はい、A ボタンを押してください。そうすると効果が現れるので、それで、ドライストレーガーをそのカーソルを出して A ボタン、そして武器を選びましょう。攻撃、はい、使ったことないやつです。そのミサイルキャニスターと塗ってみてください、はい、で敵を狙う。はい、そうですね、はい、それで押して、はい、さっき精神あの集中って精神コマンドを使って命中率が 100% にこうなってるわけですね、はい、でさっきほら 100% 必ず当てられてたじゃないですか、はい、でもあの敵側の命中率が65になってるのは、うん、その集中という精神コマンドを使ったからですね。あ、はい、では戦闘開始でお願いします、はい。の出方も読めませんが。ではこちらから撃って出ます。ミサイルキャニスターを使います。了解、ミサイルキャニスター攻撃用意。うわー、なんかすごい強い。俺はまだ。まあ戦艦はちょっと攻撃力高めなので、はい、しました。これで一応敵が、はい、全ていなくなりました、はい、押してください、はい、あ、みんな倒した、はい、ほっとしましたね。ほっとしました。喜ぶのまだ早い、はい、なんか来ましたよ。ザンスカールの飲み物か、敵なんですね。そうですか。うわ、いきなり攻撃してきたので迎撃しますか、はい、じゃあここからは私は黙ってるので、あの、はい、はい、お教えしたことを学んだことを生かして、はい、ちょっとやってみてください。はい、じゃあちゃんと勝利条件を読みますね、はい、敵がの全滅、勝利条件の項目が青字で書かれている場合、その条件を満たすとマップクリアになる。はい、いずれかの味方ユニットの撃墜、はい、3人のうち誰かがやられちゃったそうですね。まあでも今までやられなかったので大丈夫だと思うので、はい、はい、それほど強くない。はい、やっつけましょう。はい、どうしよう、誰を行こう、誰から行くのがいいんですかね。いや、それはまあここはそのプレイする人それぞれですね。要はとにかく突っ込んで攻撃する人とか、はい、自分が攻撃されるの嫌なので射程、敵の射程外から攻撃する人とかあるんです。これを見たら、ね、これはね、一回戦闘しないと相手の能力わからないんで。あ、そうなんだ、はい、じゃあまだ未知の敵なんですね、はい、とりあえず、じゃあとりあえず先輩いきますか。青鬼の先輩、坂口先輩に行ってもらいましょう、はい、移動、ちょっとだけ近づきましょう、はい、この辺かな、はい、いや、ここかな、ここに行きます、はい、攻撃、あ、いけますね、ね、じゃあそのこれがいいかな。あ、そうですね、命中、そこに命中にプラス15って書いてますよね、はい、だから、弱い武器は威力ないんだけど命中しやすいですが、うんうん、ビームサーベルとかはやっぱり命中率高いんですけど、多分ウッソ君当てちゃうと思うんで、もうどっちでもお好きなやつ使ってください。好きなやつ、はい、早く倒したければ強い武器を使う。こっちの方が強いのか、はい、じゃあこっちにしようかな。消費エネルギーはまだあんまり気にしなくていいですね。大丈夫です、いっぱいありますね。27、はい、あります。どっちを先倒そう、近いやつから倒した方がいいですか、そのみんなに近い、厳密に言うとそこは後からドライストレーガーとヒュッケバインサーティが戦闘しやすいので、はい、離れてるそっちの方を倒すのもありですね、はい、じゃあこっちの人を倒します。そうですね、はい、わ、
誰か全然分かんない。あ、ちょっと待ってください。そこで精神コマンドは実はここでも使えるんで、そこを押して集中ちょっと命中率が怪しいんで、そこで集中使いましょう、はい、そうするとほら100と0になりました。これがスパロボの信じられる数字です。100と0は裏切らない、はい、これにすることが、100と0にすることが大事ですね。そうです、はい、そうです。で、寺田が言うなって多分突っ込んでますね。はい、行きましょう。はい、先頭。はい、人が乗ってないの？人が乗ってないらしいです、相手が機械なら動きにパターンがある。威力はライフル以上なんだ。いやでも敵がね、結構 HP8300 あるので結構強いですね。はい、なんか言ってますけど何言ってるか分かんないですね。いや僕も分かんない。お、まあ出るんです。そうだった、僕だけを狙ってこい。これで1人終わりました、はい、そうですね。だからこれを今片一歩ダメージを与えたじゃないですか、はい、あれを集中して攻撃するか、はい、まんべんなく攻撃するかは、高橋さんの戦略肢です。あ、とにかく敵の数を減らすか、まんべんなく攻撃するか、どうしよう、どうします。ドライストレイガー、はい、あ、いや、そうですね、いや、はい、ヒュッケバインサーティーいきます。あくまでも先輩を使うということで、はい、はい、先輩から言ってもらいます、はい、こっちにしよう。どうしよう、あ、ここにしようかな、攻撃、はい、で、強いやつを使います。強いから、はい、そうですね、相手強そうだった。あと4発も残ってますから大丈夫です。実際はあの射程で移動とかで、要はあのギリギリのとこまで行ったりとか、はい、あれでいわゆる敵が反撃できないようにすることも可能なんですけど、まあ、とりあえずは、あ、大丈夫です。あのちゃんと計算するの、敵の武器の射程をと自分の武器の射程の差を計算して、敵が反撃できない位置から狙い撃つ人とかちゃんといるんですが、とりあえずここは敵の射程はどこで分かるんですか、はい、それはキャンセルしていただいて B ボタンを押して戻してください。はい、もう一回、もう一回、はい、はい、で、敵にカーソル合わせてください。こっちの敵ももう見れるんですか。そっちは戦闘したっけな、してないから、さっきしたのこっちです。はい、それで押すと、それで移動と、あともう一回押すと、ここで射程が武器の能力とかで分かるので、右にキーを、はい、もう一回、もう一回、でそこで射程が1から6、まあ、結構遠くまで行けますね、はい、遠くまで狙うので、もう気にせず撃っちゃいましょう。はい、はい、先輩に行ってもらいます。はい、ここにしようかな。そうですね、こっちも6だからお互い射程を、最大射程一緒ですね。はい、はい、選んで、はい、あ、こっちも行ける。あ、行きますよ、こっちにしよう。そうそうそう、はい、なるほど。とにかく敵の数を減らす。はい、減らします。精神コマンドは、これが使えててですね、 100% してからその感応っていうのを使ってもいいですし、じゃないですか、はい、あ、こっちの方がいいですね、はい、これはね、実は自分だけでなく他の人も 100% にできる便利な精神コマンドですね。でこの感応と、あと先見っていうのは、はい、他の人も 100% 回避できる精神コマンドが、この時点で2個も揃ってるのは、これ僕の誕生日だからです。え、さっき11月11日に、はい、ちなみに僕これ設定一切してないんで、僕も自分の誕生日と血液型にして、はい、あ、こういう精神コマンドなんだ、あの僕はここ一切タッチしてないんで、はい、誰かが、だから消費精神ポイントもうちょっと減らせばもっと使えるんじゃないかと思ってるんですけど、はい、とりあえず、こっちにすると人に使っちゃうから、はい、こっちがいいってことですね。あ、ね、どっちも使えるんで大丈夫です、ね、指定した味方にいたら自分も指定できるし、でそっちは命中率を100、感応は命中率を 100%、はい、先見は回避率を 100% に完全回避できるんで、命中させましょう、はい、誰に使いますかのところですね。自分ですね、はい、自分に使います。はい、はい、じゃあ戦います。だから命中率がちょっと低いなとか、うんうん、攻撃受けそうだなって時、あそこで精神コマンドをうまいこと使えば、うん、あのなんとかなることがあります。あと
とにかく 100% の命中率にする。そうですね、相手の命中率を減らすということが大事ですね、はい、でもね、あの78ぐらいで可能性にかけて外すとすごいイラッとくるっていう。78でも当たらない時もそっかありますよね。100じゃないですかね、当たりそうだけど。はい、じゃあ押して戦闘いきましょう。はい、隙見悪さを感じる。どうしてこんなことに。ビーフスラッシャー、敵はあれよ。撃墜までは多分いかないよ。4500とかでしたね、威力が。おお、クリティカルだ。おお、いいところまで行きましたね。で、危ないとあそこにデンジャーってマークが出てますよね。はい、もう僕死んじゃうよっていうサインがあそこに出るようになってるんで。まだ余裕がある。あ、避けられました。避けました、よかった。さすが、さすが先輩。やった、先輩ありがとう。うっそ、デッキ確認。やるしかないじゃないか。ハローが喋りました。邪魔するんじゃない。あのハロー声どうなったかだと思います。一瞬過ぎて分かんなかった。一瞬どなたですか。松本里香さん。そうなんだ。ハロー、あ、倒しました。はい、これでクリアですね。あ、まあ、とりあえず敵は強かったね、はい、で、ウソ君助けに来る感じで、うん、はい、この二人は仲が良さそうですね、うんうん、良くなりそうですね。同じ事務所ですからね、関係ないって先輩ですからね。はい、はい、サーティ返してくれるんですね。で、これでマップが終わって、はい、その後のまたストーリーが始まりますね、はい、ストーリーパートがあって戦闘パートがあってまたストーリーパートみたいな。これ終了すると戦略フェーズっていうのがあって、はい、ここでこれで1は終わりなんですけど、セーブとかあと機体の強化とかできるので、うんうん、まあ、ちょっと一つだけお教えしましょう。はい、その強化っていうところをここ、はい、で押してください、はい、でその機体武器改造を押してもらうと、はい、まあ、これはとりあえず読まなくて大丈夫です、はい、で強くしたい機体を選んでください。誰を強くするのが誰でも効率良いんですか。自分の乗ってるドライストレガーでもいいです。あ、でもレベル3なのでウッソ君を強くしたいですね、はいはい、で押して、そうするとあそこにクレジットって書いて、44,400 っていう数が、はい、さっきの戦闘で稼いだお金なんですね、はい、でそのお金を使って、はい、HP とかエネルギーとか上げることができるので、はい、今はそのキーを右に入れてください。そうするとお金を消費して1段階改造、はい、数値が上がっていきます。何段階上げましょう。お金がいっぱいあるんですけど、とりあえず、まあ、これ今やる、まあ、それで本当はねエネルギーを改造した方がいいんですよ。エネルギーの武器使えるんで、エネルギーを、はい、それぐらい上げて決定ボタンを押してください。そしたら、はい、改造しました、はい、で武器を強くしたかったら一番下押して、これ、はい、それで1個、ちょっと上がる、全部上がるんで、はい、それぐらい押してでキャンセルして戻してください。あんまり一気には使いすぎない。これがね人それぞれなんです。僕は満遍なく改造するんですけど、お金を貯めるだけ貯めて一気だけものすごく改造する人もいれば、お気に入りだけ改造する人とか、これはもう好きにやってください。でも大体そのヒュッケバインサーティっていうのの主人公機を改造しておくと、はい、いいですね。要は自分のプレイヤーキャラみたいなものなので、うんうんうん、はい、強いですし、分からなければその、はい、ロボットアニメのガンダムってついてる強そうなやつっていうのもポイントですね、はい、あとクワトロが乗ってるから改造しようとかにも全然ありなので、はい、と、まあ以上な感じですかね。はい、はいはい、それでは製品情報のご案内になります。本作は任天堂スイッチ、プレイステーション4、スチームにて2021年10月28日に発売予定です。パッケージ版の早期購入特典
ダウンロード版の予約購入特典には SRX やサイバスターなどを獲得することができるミッションが付属します。本ミッションはこちらの特典でしか入手できませんのでお気をつけください。すべてのハードで予約を開始しておりますので、ご自身でお持ちのハードに合わせてご予約ください。続きまして、ダウンロードコンテンツがまとまっているシーズンパスなどを収録したデジタルデラックスエディション、さらにプレミアムサウンド&データパックを収録したデジタルアルティメットエディションは各オンラインストアにて予約受付中です。個別に購入するより少しお得にご購入いただけますので、ぜひご検討ください。はい、ということでですね、そろそろ、終わりの時間でございます。どうでした？楽しかったです。はい、でも分からないこといっぱいあったんですけど、教えていただきつつ、結構初めての言葉も分かって最終的にはできたんじゃないかなと。この後のストーリーがすごく続きが楽しみなんですけれども、どうでした？私できてました？あ、もうすごいバッチリだと思います。あのこのゲームちょっととっつきにくいゲームだとお客さんに思われている部分もあるので、あのこの動画を見て、はい、あのやってみたいなっていう方が増えたんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、ということですね、はい、そろそろお別れの時間でございます。では、高橋さんの方からご挨拶よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。私もあの自分でストーリーを進めてちゃんとクリアまでいきたいなというふうに思います。ありがとうございました。今回はですね、まあ、過去にあの実況プレイは何回かやったことあるんですけども、本当に初めてスーパーロボット対戦を、プレイする方をお呼びしてやるのは、初めてだと思います。でもあの楽しくプレイできたので、ぜひぜひあのそもそもこの動画をスパロボやったことがない人何人見てるか分かんないですがあのぜひぜひあのチャレンジしていただければと思いますし、スパロボ知ってるよってあのおっしゃられる方もあの宇宙ルートの1話のいろんな部分が見れたと思いますので、ぜひあの本編の方もあのプレイしてください。ありがとうございました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。スーパーロボット対戦30、10月28日発売予定となっております。ぜひ予約をお願いいたします。はい、それでは皆さんさようなら。バンダイナムコ